ジョン・ダブル・キャンベル・ジョン・ウッド・キャンベル・ジュニアは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、編集者。SF 雑誌、アスタウンディング・サイエンス・フィクションの編集長を1937年から亡くなる直前まで務め、いわゆる SF 黄金時代を築いた立役者の一人とされている。アイザック・アシモフはキャンベルについて、SF 界で最も強力な力を振るった人物で、 特に編集長としての最初の10年間は完全に SF 界を支配したと評した。作家としてはスペースオペラを本名で発表し、パルプマガジン的でない小説はドン・エースチュアートの名で発表した。しかし、アスタウンディング氏の編集長となってからは創作をほとんどやめている。1910年、ニュージャージー州ニューアークに生まれる。父は冷酷な性格の電気技師だった。 母は優しかったが気まぐれなところがあった。母には双子の姉妹がいて、幼いジョンはそのおばに嫌われていた。ジョンは母とおばを見分けることができず、おばを母と間違っては冷たく拒絶されていた。マサチューセッツ工科大学に入学し、ノーバート・ウィーナーと友達になった。18歳で SF を書き始め、すぐに雑誌に作品が売れるようになった。21歳の頃には、 パルプマガジン作家としてある程度名が知られるようになったが、ドイツ語の試験に落ちて MIT を中退させられた。その後、デューク大学で1年間過ごし、1932年に物理学の学士号を得て卒業した。1931年に最初の結婚をしたが、1949年に離婚、1950年に再婚した。人生の大半を、 ニュージャージー州で過ごし、同州の自宅で亡くなった。19歳の時、アメイジングストーリーズ市1930年1月号にて、ウェンザー・アトムズ・フェールドという短編で作家デビューした。実はそれ以前にインベーダーズ・フロム・ザ・インフィニットという作品もアメイジング市に売れていたが、編集者が原稿を紛失してしまい、掲載されなかった。初期作品には、スペースオペラの アーコット、モーリーウェードシリーズなどがある。科学性の強い作風は1930年代のアメリカ SF 界において高く評価された。キャンベルは宇宙冒険者の作家としてまず地位を確立した。1934年に違った傾向の作品を書き始めたとき、妻の旧姓から考案したペンネームを使った。 1930年から1930年代末頃まで、キャンベルはどちらの筆名でも成功を収めた。ドン・エースチュアート名義で発表された傑作として、白母、夜、影が行くがある。影が行くは、南極体験体が異星人の宇宙船の残骸を発見する話で、不定形の悪にある異星生命体が登場する。この作品は、 優勢よりの物体 X、優勢からの物体 X、優勢からの物体 X ファーストコンタクトとして3度映画化されている。影が行くが発表された当時、キャンベルは28歳で様々な雑誌に電子工学や無線工学についての記事を書いていた頃だった。キャンベルはアマチュア無線を趣味としていた。SF 作家としての代表作には、 月面体験隊のサバイバル生活をリアルに描いた月は地獄だ。が挙げられる。1937年後半、f オ l i n d t l e m はキャンベルをアスタウンディング氏の編集者として雇った。編集長となるのは1938年5月のことであるが、作品の買い付けはそれ以前から任されるようになっていた。編集長に就任するとキャンベルは早速改革に乗り出し、 ミュータントという言葉を独特な小説を意味するのに使い、1938年3月には氏名をアスターウンディングストーリーズからアスターウンディングサイエンスフィクションに変えた。1938年3月にレスターデルレーを見出したのを手始めとして、1939年には多数の新人作家を発掘することになった。これが SF 黄金時代の始まりであり、 特に1939年7月号が大きな転換点となった。7月号には A.E. バンボークとのデビュー作、黒い破壊者、アシモフの字の流れが掲載され、8月号にはロバート・エイハインラインのデビュー作、生命線、9月号にはシオード・アスタージョンのデビュー作が掲載された。1939年にはファンタジー専門誌、アンノーンを創刊した。 アンノーン氏は戦争中の紙不足のため4年で休刊となったが、その編集方針は現代のファンタジーに重大な影響を及ぼした。キャンベルは SF 連盟期の最も重要で影響力のあった編集者とされている。ザ・エンサイクロペディア・オブ・サイエンス・フィクションには現代 SF の形成に最も影響を与えた人物と紹介されている。ロバート A. ハインライン。 A.E. Van b クとアイザック・アシモフなど多くの一流 SF 作家を育てた。また、アコウ速で航行中の宇宙船が直角に方向転換するような作品を排除して SF の質を高めることに尽力した。これらの功績と創作活動によって1940年代アメリカ SF の立役者の一人とみなされている。キャンベルは作家にアイデアを示唆したことでもよく知られており、 先に買い取った表紙のイラストにマッチしたストーリーを作家に依頼することもあった。編集者としては特に初期のアシモフとの関係で知られている。出世作となった短編やらいたるは彼のアイデアであり、有名なロボット工学3原則もアシモフの短編をもとに彼が定式化したものである。ただし一方で悪影響もあり、アシモフのファウンデーションシリーズで 異星人が登場しないのは白人至上主義者で異星人すら別視していたキャンベルとの衝突をアシモフが避けたためである。アシモフはキャンベルの影響について次のように記している。例示、指示、迷いのない一貫した主張によってキャンベルはアスタウンディング氏やその後の SF を彼の方にはめていった。彼は SF のそれ以前の方向性を捨てさせた。彼は それまでの登場人物の在庫を一掃し、安っぽいプロットを根絶し、日曜の新聞の科学解説にあるような設定を根絶した。一言で言えば、彼はパルプマガジンのどぎつさを抹消した。代わりに彼は SF 作家に科学を理解し人間を理解することを要求し、1930年代の規制のパルプ作家にはそれは難しい注文だった。キャンベルは、 その点では全く妥協しなかった。彼の要求に応えられない作家の作品は買わず、その大変革は10年前にハリウッドで無性映画からトーキーへの変革が起きたのと同様の大変さだった。キャンベルが要求した試作的で最もらしい SF のタイプの典型として、クリーブカートミルの短編デッドラインがある。これは1944年。 史上初の核兵器が使われる1年前の作品である。アナログ紙編集長としてキャンベルの後継者となった弁坊場は、この作品について原子爆弾の基本的製造法を解説したもので、戦前の科学専門誌に掲載された論文から得た科学情報を駆使して、キャンベルと作者が構築したものである。彼らにとってウラニウム爆弾の構造は、 完全に明らかだったようだと記している。この小説が掲載された雑誌が発売されると FBI がキャンベルのオフィスを吸収し販売停止を要求した。キャンベルは雑誌を販売禁止にしたら原子爆弾開発プロジェクトがあることを一般に宣伝するようなものだと言って FBI を納得させた。キャンベルはまたトム・ゴドウィンの有名な短編。 冷たい方程式のエンディングにも責任がある。作家ジョー・グリーンによれば、キャンベルは、望みのエンディングを得るまでに、3回も、原稿をゴドウィンに送り返したという。ゴドウィンは、なんとか、女の子を助ける巧妙な方法はないかと、考え続けた。しかし、この古典的な物語の要点は、多くの命を救うために一人の若い女性が、犠牲になるという点につき、 彼女が生き延びた場合にはそれほど衝撃的でなかっただろう。1950年代以降、ギャラクシー誌や F&SF 誌といった新雑誌が登場し、キャンベルの直接的影響を受けていない新人作家が登場するようになった。キャンベルは独断的諸説を各号に掲載することでよく知られていた。その内容は時には全く非常識な仮説を表明しており、 小説のアイデアの元ネタとすることを意図していたと見られる。それら論説をまとめた先週が1966年に出版されている。グリーンによれば、キャンベルは討論を活発にするためにあえて甘野弱的な位置に立って議論をふっかけるのを楽しんでいたという。例えばキャンベルは黒人奴隷がアフリカからアメリカ南部に連れて来られて、 アフリカに住んでいた時よりも高い生活水準になったと奴隷制度を奇妙な論理で擁護していた。グリーンはアシモフラの話やアナログ誌の論説からキャンベルが少なくとも黒人に対して人種差別的な見方をしていると考えていた。しかし直接キャンベルと話すことで1850年以降の急速な機械化の進展によって奴隷制が時代遅れになったという点では 意見が一致した。したがって、アメリカにとっては、南北戦争という重大な災厄を被むるよりも、何年か我慢していれば、奴隷制は自然に崩壊していただろう、という結論に達した。1961年6月、シビル・ホーセン・テニアルと題した論説でキャンベルは、奴隷制度が歴史の大部分に存在したとし、現代のように奴隷制度のない文化が、 地球上の大半を占めている時代は得意であるとした。彼は次のように書いている。南部は1910年までには統合されていただろう。その場合、統合は半世紀をくれることになっただろうが、流血は避けられた。奴隷制度をなくす唯一の方法は、産業の導入である熟練した有能な機械工例えば旋盤をうまく扱えるものなら、その肌の色が黒かろうが、 白かろうが、紫だろうが、水玉模様だろうが、経営者にとっては何の違いもない。生涯にわたってヘビースモーカーであり、シガレットホルダーなしの姿は滅多に目撃されていない。1961年1月にアメリカ政府は喫煙の危険性を初めて一般に警告した。すると、アナログ九百六十四年九月号でイングランド王ジェームズ一世の書いた、 検縁本の題名にちなんで、A、カウンターブラスト2タバコと題した論説を掲載した。その中で、喫煙とガンの相関関係は、ほとんどないという持論を展開し、タバコの鎮静効果によって思考が明晰になると主張した。1950年代になると、キャンベルは、疑似科学的理論に傾倒するようになり、何人かの作家が距離を置くようになっていった。ニュートンの、 第三法則に反するとみられる、ィーンドライブや超能力を増幅するとされた、ヒエロニムスマシンなどを好意的に紹介するようになった。テレパシーなどの超能力を扱った作品を好んで掲載するようになった。ダウジングを信奉する発言も行っている。1949年、キャンベルはダイアネティックスにも興味を持つようになった。彼は、 アスタウンディング誌に掲載したエルロン・ハバードの最初の記事についてこれまでに出版された最も重要な記事であることを絶対に保証すると書いている。彼は自身もダイアネティックスの技法を使って成功したと主張した。アシモフは多くの作家はキャンベルに売り込むために疑似科学的な小説を書いたが良い作家はアスタウンディング誌から退却したと書いている。 また別のところでアシモフは、キャンベルは常識離れしたアイデアを好んだ。それを多くの作家に強いて苦痛を与えたが、読者の好奇心をかき立てることは彼の義務だったとも言える。彼は一連の論説を書き始め中には、極的とも言える社会的観点を擁護するものもあった。これについては苦言を呈するものが多かったと書いている。キャンベルが育てた作家の一人である。 アーサー・シー・クラークは、その自伝で、キャンベルについて、彼は、晩年に近づくにつれて、ありと、あらゆる論争を呼ぶアイデア、ダイアネティックス、超心理学、反重力機械、極端な政治的見解に関与し、かつての死者に富む編集後期は、意味不明に近くなった。と書いている。デーモンナイトは、キャンベルの風貌を、太っていて、ブロンドの髪を逆立たせ、 挑発的な睨み方をする人物と表現している。6フィート1インチで鷹のような風貌で、一見して、怖そうであるとは、サムモスコウィッツのことである。アシモフは、背が高く、髪の毛は明るい色で、幅広の顔に薄い唇、常にシュガレットホルダーを加えていたと書いている。さらにアシモフはキャンベルについて、話好き、独断的、移り気で高圧的。 彼と話をするということは、彼の話を一方的に聞かされるということを意味していた、と記している。ナイトも、ほぼ同様の意見で、キャンベルに捕まると長々と抗議を聞かされることになるので、なるべく、そういう事態にならないよう避けていた。キャンベルは、相手の何倍も話し、特にとんでもないことを言って驚かせるのが好きだった、と述べている。 イギリスの作家で評論家のキングズリー・エイミスは、キャンベルについて、社会学的注釈としてこの、アスタウンディング氏の編集長は、際立った残忍さを持った人物であり、超能力機械を自ら発明したと思っていたようだ、とだけ付け加えたいと素っ気なく記している。SF 作家、アルフレッド・ベスターは、ホリデー氏の編集者であり、宣伝されたニューヨーカーだった。彼はキャンベルを、 バートランド・ラッセルとアーネスト・ラザ・ォードを足してにで割ったような人物だと想像していた。そして発狂したような開口を果たした時のことを後に語っている。それによるとキャンベルが真っ先に言ったのはダイアネティクスの新たな発見によってフロイトはとどめを刺されたということだった。そしてエルロン・ハバードがノーベル平和賞を受賞するだろうと予言した。困惑するベスターに キャンベルは思い出せ。お前の母親がお前を流産しようとしたことを思い出せるはずだ。お前は彼女を常に憎んできただろうと言ったという。ベスターはこれについて、このことで SF 界の大多数が分別の無さを見逃しているという私の個人的意見が補強されたとコメントしている。キャンベルは1971年、ニュージャージー州マウンテンサイドにて61歳で没した。 アナログ誌で34年間編集長を務め、最後の頃にはキャンベルが育てた著名な作家の多くは、キャンベルの奇抜な個性と風変わりな編集方針についていけず、ほとんど彼の下に原稿を送らなくなっていた。アシモフはキャンベルについて、彼の晩年の20年間は、かつて彼がそうであったものの縮み行く影でしかなかったと結論している。 キャンベルが発掘した中でも最も成功した作家で、しかも親友だったハインラインも最終的にはキャンベルとの進行を立っている。1957年12月11日から1958年6月13日まで、キャンベルはエクスプローリングトゥモローという週1回のラジオ番組の司会を務めた。番組の脚本はゴードンアールディクスニア、 ロバート・シルバーバーグに書かせていた。1996年、サイエンス・フィクションファンタジー・ホール・オブ・フェームに殿堂入りを果たした。1973年、キャンベルの業績を記念して、彼の名を取ったジョン・ W ・キャンベル記念賞と、ジョン・ W ・キャンベル新人賞が別々に設けられた。しかし、キャンベル新人賞については、2019年のワールドコンにおいて、 ジャネット・ウンが受賞スピーチでキャンベルをファシストであると批判したことによって起こった論争の後にアスタウンディング新人賞ザ・アスタウンディング・アワード・フォーベストニューライターに改名された。ありがとうございます。